どうも、ひーちゃんです。どうも、だっくんです。だっくん、今日はな、昨日の事件あったやん。俺と一個しか変わらん女の子亡くなるよったんやで。ほんま泣けてくるわ。でな、思ったんやけど、俺らいざいうときに人命救助できるんかって頭の中に疑問があんねん。最近よう建物とかにあの AED ってあるやん。あれ知ってるか、ダックン？ああ、聞いたことはあるわ。 ED、あれ ?ET? どっちやったっけな。おい、それアルファベット一つ抜けてるで、ダクン。 AED や AED。 ED はちょれ、それ畳やつやん。しかもその後の ET ってお前、それも地球外生命体やんけ。何やねんお前。違うわお前。A、E、D、赤いなんか箱みたいなやつ。あるやん。あの、ショッピングセンターとか、どっかしら行った時に、あるじゃん。壁にこう、へばりついとって、いざという時お使いくださいみたいな。あれはな、資格も何もいらんねん。あれ誰が使うとも構わへんねん。いや、誰が使うと思ったって、そら、そういう緊急の場合やで。何も用もないのに使ったらあかんなんて。AED な。これをまず今日は交渉していこう。わかった？おぉ、さすがひーちゃんやな。よう知ってるな。で、その ED が何？交渉？今日何？コントやらへんの？交渉？お勉強？苦手やな。あんな、たっくん、俺らでもこう、救える命があるならそれやるしかないやん、ほんま。そやろ？そやから今日は交渉やねん。もう尺も取ってられへんから手短に言うで。まず人が倒れてるやん。そしたら意識があるかどうかを確認するねん。意識がない場合、まず胸とかお腹とかこう呼吸して、はーとかってやる。呼吸したらこう胸かお腹が膨らんでしぼんでするやん。まずそれ確認するねん。そこまでいいか。まずは意識があるかないかの確認やな。で、呼吸してるかどうかの確認やな。それと同時にあれちゃうの、119番しなさんのちゃん。うん。ひーちゃん。そこ大事や。うん。確かにそうや。まず人が倒れとったら、ん？倒れとったら、意識があるかどうか確認して、意識がなかったら、119番。せやな。うん。間違いない。でな。で、もし呼吸がわからんかった場合は、胸骨圧迫いうのをせなあかんねん。あの、心臓マッサージや。あれはな、だいたい胸のあたり、こう、5センチぐらい沈むくらい、こう、強く手でグッ、グッ、グッと押すねん。な。しかも、1分間に100回から120回ぐらいのテンポでやるねん。わかるか？ここまで大丈夫か？おぉ、何や知らへんけど、今日はめっちゃためになるやん、ひーちゃん。これ、めっちゃためになるやん。いざという時、これ見とる人は、実行してくれたら、助かるな。胸部圧迫。うん。胸のあたりを5センチぐらい沈むぐらいの力で、1分間に
100から120回。なるほどな。そら知らんかったわ。うん。で、次は？じゃあな。胸部圧迫、心臓マッサージしながら、あれやな。鼻つまんで、ちょっとこう、顎上げて、喉元まっすぐになるようにして、人工呼吸や。マウストゥーマウスや。な、これ前、教えてやろ。これも必要やん。で、そこに登場するのがあれや。こう、いつまでも、グッ、グッ、グッってこう、心臓マッサージしとっても疲れるやん。そこは、周りの人に協力してもろて、な、交代しながら、代わり番号でやればいいねん。で、誰かしらが AED を持ってきてくれたら、あれは、外すと勝手に電源が入るタイプと、ボタンを押して電源が入るタイプがあるね。で、電源が入ったら、音声メッセージが流れるやん。ここ大事やで。ちゃんと機械が音声メッセージでこう喋ってくんねん。こうしてくれ、ああしてくれって。で、そのメッセージに従いながら、あとランプも点滅するから、な、それ見て使うねん。ここまでいいか？119番、胸部圧迫、人工呼吸。そこに AED やな。AED とはちゃうねんな。ん？人工呼吸？なんか、嫌な過去が蘇ってくるねんけど、まあいいか。で、その次は？ほな、いよいよ。AED の説明いくで。これな、まず直接肌につけなあかんねん。服とか着とったらもう脱がしてもうてもええねん。もうとりあえず直接肌やねん。で、濡れとる場所があったら拭き取って、こう濡れとったらあかんねん。もう濡れてない乾いた状態の肌で空気が入らんように貼るねん。で、一枚はな、右の、なんか鎖骨の下あたり、いうんか？うん、その辺にあって、もう一枚は、左の脇の下5センチから8センチぐらいの位置に貼って、心臓を挟み込むような感じで貼るねん。で、あとはもう、機械が、こうしてください。ああしてください。とか抜かしよるから。そしたら、こう、充電完了してショックボタンを押すときには、とりあえずあれやねん。パッと貼られとる人に、誰かが触っとったら、その人まで感電するから、触ったらあかんねん。わかるか？病院もんであれやん。電気ショックでこうバシッバシッとかやつ、あの時も離れてください言うてバシッってやるやん。あれと一緒やねん。そこまでいいか？わかったか、ダッコン。要は箱開けたら機械が喋って、貼る位置も書いてあって、それに人を置いとけば来る変ねんやろ。そういうことやろ。なるほどなぁ。せやから、ある程度誰でも使えるんや。これ便利やな。ほんと、倒れとる人おったとき、これは助かるな。中高年、もしくはご年配のじっちゃんとか、ばっちゃんとか、なんかあって倒れとるときに、これは覚えといたらええな。今日めっちゃええこと言おるな、ええちゃん。感心するわ。もう、とりあえず、もう、ああいう事件があって、何かあった時に、やっぱ人助けせなあかんやん。な、そこは、もう素通りとかしとる場合ちゃう。スマホで写メなんか撮っとる場合ちゃう。もう、助けに行かなあかんねん。
それがストや。あ、俺ストちゃうけどな。俺白熊やし、お前アヒルやけどな。でもそこなんや、最近の若者は、若者には限らんけども、なんか事故やなんやあればもうすぐしゃべってなんかアップしたりしよるけど、そんな暇あったら救助せえっちょねん、ほんまに。ちなみに今、ダックン中高年言うてよな。父ちゃん、父ちゃん、ちょこっち来て。父ちゃん、はこっち来て。ええから。ええー、もううるさいこと言わんでええねん。はい、ちょこっち来て。ちょこよ、横になって、こう。ダックン、今から父ちゃんで、ちょっとこう、倒れとる父ちゃんがおったとして、AED を使うようなところまでこう、練習してみよう。な。おう。早速実践やな。これは実技や。父ちゃんか。え？父ちゃん。なんか、脳裏に、いやーな予感が横切るんやけど、気のせいかな。ダックン、父ちゃんが倒れとる。まず119番や。俺心臓マッサージするから、意識なるか、なんやろ。119番、電話したか？それ119番ちゃうやろ、お前。何？ピッ、ピッ、ピッ、ポーンとか聞いとんねん。ちゃうわ、そのお前、時報やん。違う。救急車呼んで、救急車。俺、お前、今俺、心臓マッサージしとんねん。はよんで。いや、間違ってもうたわ。この前は114とかわけわからんとこ電話したしな。大丈夫や。今ちゃんと伝えといた。ほら、姉ちゃん、俺次何すればいい？何したらいいの？おし、119番終わったんやったら、俺今胸部マッサージ中や。ダックン、まず父ちゃん人工呼吸せえ。マウツーマウツや。鼻つまんで、首んとこちょっとこう、よいしょ、こう、気道を確保して、いくで、ぐちぐち、無理。あかん、変われ、もう疲れた俺。お前今度、胸部マッサージや。5センチぐらい沈むぐらい、な。1分間に100から120回。これやれ、俺が人工呼吸やる。父ちゃん。待っててや。今俺が助けたるからな。気道確保。行くで。ぐちぐちさ、無理。